うございます。ペリディスタ小澤です。別れは突然やってきますということで、これがヨーロッパサッカーらしい部分もあるんですけれども、非常に残念ですね。先日揺れるベンゼマということで、レアルマドリーのベンゼマの、去就について、まあ木曜日には残留を匂わせる発言をしておりましたけれども、昨日6月の4日日曜日、ラリガサンタンデル第38節最終節の、直前にレアルマドリーのベンゼマが退団を発表しました。今回は、マドリーの間違いなくレジェンド、クラブ史に残る、素晴らしいフォワードアタッカー、そしてカプタンでしたベンゼマの対談について、そして、マドリーベンゼマのみならず、まあ、フォワードでいうと4人の対談がこのタイミングで発表されておりますので、来季のマドリーのフォワードの編成について少しお話ししたいと思います。まずはベンゼマ対談のニュースですが、6月の4日日曜日、現地の、午前に、レアルマドリーがまあ、クラブとしてのプレスリリースとして発表しました。おそらくと言いますか、まあ、間違いなく最終節はホームサンティアゴベルナベウでアトレティッククルブ戦でしたので、ベンゼマが退団するんであればホームの、ベルナベウのお客さんの前で、ラストゲームを飾ってもらいたいというところの、まあ、クラブそしてベンゼマ本人の意向があったと思いますので、まあ、もし退団するのであれば、移籍するのであれば、まあ、その最終節前にアナウンスを出すというね、リミットはあったかと思いますので、まあ、ベンゼマも相当今週悩んだんじゃないかなと、思いますし、まあ、アンジェロッティ監督自身が試合前日の会見では、ベンゼマはまだ1年レアルマドリとの契約が残っているので、まあ、当然ながら残留するだろうという残留を匂わす、発言をしておりますので、アンジェロッティ監督自身も試合後にはさすがにね、自分自身も驚いたと、まあ、ただベンゼマほどの選手なので、まあ、彼自身が、決断を下す権利があるということで、まあ、彼の決断をリスペクトしたいというようなコメント発言を残しておりましたけれども、まあ、クラブとしてもギリギリまでベンゼマに決断を委ねていたかと思いますので、まあ、このタイミングで、まあ、最終節直前でベンゼマ自身が、やはり残留ではなく、移籍をすると、まあ、退団するという意思を表明したようですから、まあ、それを受け入れざるを得なかったと、いうところがあるんじゃないかなというふうに推測しています。まあ、クラブはもちろんですけれども、ベルナベウの、マドリディスタもさすがに試合当日にこの対談の、ね、一報を知らされたと、まあ、突然の別れを告げられたということですので、まあ、ベンゼマに対するセレモニーを用意できる準備期間時間がなかったということで、まあ、全くね、何かエモーショナルな、セレモニーはクラブとしてもベルナベウの、ファンサポーターとしても用意できるものはなかったですけれども、まあ、改めてクラブとして、明日の6日に、まあ、対談のセレモニーを準備するということは、発表しておりますので、まあ、盛大にね、お別れをするんじゃないかなと思いますけれども、現地4日日曜日の18時半キックオフで行われましたラリガサンタンデール最終の第38節レアルマドリーとアトレティッククルブの一戦ではベンゼマ、先発をしまして、後半72分には PK で1点を、決めてということで、まあ、その直後にモドリッチと、交代をしましたので、まあ、スタンドの、ファンサポーターからスタンディングオベーションで、お見送りをされましたけれども、まあ、結果は 1-1 のドローに終わりましたので、まあ、有終の美を勝利で飾ることはできませんでしたが、まあ、何度かラストゲームをホームゲームで、終えることができたのは、まあ、良かったのかなと、まあ、そういう巡り合わせでもありましたし、まあ、最終的に今シーズンはラリーが19ゴールを挙げ、まあ、シーズンを通して30ゴール以上、決めましたので、まあ、しっかりと9大点を与えることのできるシーズンにはなったんじゃないかなと、まあ、数字面では思いますけれども、まあ、ただ、厳しい目線評価もさせていただくと、まあ、やはり昨シーズンのようなバロンドーラーベンゼマの、活躍素晴らしい、まあ、攻撃で、まあ、スイッチを入れながらフィニッシュワークに絡んでいくところのベンゼマの、バロンドーラーとしてのハイパフォーマンスは今シーズンほぼ見ることができなかったなというところは、やはり、まあ、シーズン序盤、まあ、特にチャンピオンズリーグのグループステージのセルティック戦で、まあ、負傷して以降ちょっと怪我に泣かされたシーズンでなかなかコンディション維持することが難しかったかと思いますので、まあ、それに加えて、ワールドカップでの不本意な形での大会直前での離脱もありましたし、まあ、あくまで推測ではありますけれども、まあ、こういう決断をギリギリでベンゼマ自身が下したということは、まあ、やはりベンゼマ自身が、自らのコンディションや、まあ、痛みを抱えながらでも、どれぐらいね、キレを発揮してプレーパフォーマンス高めることができるか自身が一番分かっているかと思いますので、まあ、そう考えるとベンゼマ自身、まあ、来シーズン以降、ヨーロッパそしてレアルマドリーに残ったとして、まあ、特に昨シーズンのような、バロンドーラー級の活躍をするのは、まあ、シーズン通してフル稼働をするのが、まあ、難しいと本人がジャッジしたんじゃないかなと、個人的には感じております。まあ、おそらく、明日の、マドリーでの対談セレモニーが、終わったタイミングで、サウジアラビアのアルイティハドへの、
移籍が発表されるかと思いますし、ラリーガやチャンピオンズリーグの舞台でヨーロッパでベンゼマのプレーはもう見れないかとは思いますけれども、まあただ現役を引退するわけではないという意味では、またサウジアラビアでの活躍や、まあ素晴らしいベンゼマらしいプレーをね、見たいなと個人的には思っておりますけれども、まあ先日の動画でお話ししたように、マドリーとしては、まあこのベンゼマの対談によって、世界レベルの、フォワード、まあ年間30ゴールぐらいを期待計算できる、アタッカーのね、獲得が急務になったわけで、まあちょっとこれは難しいオペレーションになりますし、まあ個人的にはトッテナムのハリー・ケイン、まあ当然ながらトッテナムのみならず、ヨーロッパのクラブ全体が、まあマドリーが、フォワードの獲得に躍起になっていることがわかるわけですから、まあ当然ながらマドリーが交渉では不利な立場に、さらされることになりますので、高値がついてしまうんですけれども、トッテナムのハリー・ケイン、ちょっと可能性としては低いんじゃないかなと個人的には今見積もってますし、まあハリー・ケインよりもチェルシーのドイツ代表カイ・ハフェルツの方が、まあマドリーが獲得できる可能性は高いのかなと、推測しておりますけれども、まあどうなることやらということで、まあ今後、彼ら以外の名前も当然ながら上がってくるかと思いますけれども、まあただマドリークラスの、クラブが、9番として白羽の矢を立てると考えると、なかなか、移籍マーケットにそもそも、ヨーロッパのクラブに世界に、それほどのねベンゼマの代役としてすぐに後釜を任せられるほどのフォワードがいないのは、間違いのない事実だと思いますので、まあそう考えるとマドリーとしても焦って、無理に高値をつけて、ね、1.5 億ユーロとか、まあ、1億ユーロ以上無理な捻出をして取るのではなくて、まあ基本的には、まあこの流れで言うとエスパニョールからホセルを、ローンで借り受けて、まあそしてロドリゴもファルソヌエベ、そしてフォワードでね、プレイできることが今シーズン証明されましたので、まあひとまず最低限の担保は取れているかと思いますので、躍起になって無理になって、フォワード、獲得競争に乗り出さなくてもいいのかなとは思いますけれども、まあそうは言っても、ベンゼマ以外に、マドリーはこのタイミングでアセンシオ、そしてアザール、マリアノと、まあ合計4人のフォワードが対談することが、もう決まっておりますので、まあいきなりフォワード4人がスカットから抜けたということで、まあそうなると最低でも2人できれば3人ぐらいは補強したいよねとなるかと思いますので、まあ今後、マドリーとしてはこの夏はベリンガムにね、しっかりとお金を投じて獲得をする方向で動いておりましたので、世界的なクラックフォワードの獲得に向けての補強予算をうまく捻出できるのかというところも含めて、今後のマドリーの動き動向には、大注目で見守っていきたいなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。わさらプロキシマ。